アロールートは、クズコン等いくつかの熱帯植物の地下系から得られるデンプンである。フロリダソテツから得られるフロリダアロールートやキャスサバから得られるタピオカもアロールートと呼ばれることがある。タシロものポリネシアンアロールートやクズも似た用途で用いられる。アメリカでの考古学的調査により、7000年前からアロールートが栽培されていた証拠が見出された。 その名前は、これを主食としていた、カリブ海のアラワク族の言葉で、食事の食事を意味するある、あるに由来すると考えられる。また、毒やの傷の治療に用いられたことに由来するという説もある。初期のノーカーボン紙には、粒子の細かさのため、アロールートが材料として広く用いられたが、小麦粉を遠心分離する、経済的な方法が考案された後は、 生死におけるその役割を失った。セントビンセント島は、アロールート生産の長い歴史を持つ。ブラックカリブとガリフナの食料及び薬品として産業が始まり、1900年から1965年まで、セントビンセントグレナディーンの主要な輸出品となった。1930年代には、植民地貿易の重要なコモディティとなった。19世紀に、 砂糖産業が衰退すると、それを埋めるように、アロールートの栽培が発展した。それ以来、農家に広く受け入れられたが、バナナ等の他の作物に押されて、工作面積は徐々に減少している。セントビンセント島本土の谷に位置する、様々な壮大な19世紀の工場の遺跡は、かつての重要性を示している。現在、アロールートの栽培は、ラバッカ川北部、特に、 大家が中心である。ここはカリブの子孫が多く住む地域でもある。1998年から1999年にはピークである1960年代の約3%にあたる14.2万キログラムのデンプンが生産された。過去にはセント・ビンセントのアロールート産業は島の経済の重要な役割を担い国の外貨獲得の50%近くを占めていた。 1930年代から1960年代には、現地の人々の主要な雇用源、収入源だった。根茎により繁殖し、栽培は300メートルまでの標高の風が当たる、東表の高地で行われる。栽培面積は3700ヘクタールになり、その約80%は小規模農家による。植物は非常に硬く、生育に不可欠な条件は少ない。 セント・ビンセントの特に北東岸は深く水はけが良く弱酸性の土壌と高温多湿の気候でアロールートの生育と収穫に最適な条件である。開けた森林斜面で移動工作により作る農家もある。収穫期は10月から5月である。広い農地では収穫はふもとから頂上に向けて行われる。収穫の際には根茎から目を切り離し、 根茎の収穫と目の破種が同時に行われる。セント・ビンセントでは地元の失業者や多くの女性労働者が作業に参加する。最近では収穫のための機械も導入され、より早く収穫が可能になった。ベルビューと大谷にある6つの工場で処理されている。アロールートの会計は約23%のデンプンを含む。水洗いの後、 不快な香りの元となる紙のようなリンペンを丁寧に取り除く。その後、再度洗ってから水気を切り、潰してパルプ状にする。洗い布でろ過すると、不要性の純粋なデンプンがそこに沈殿する。これを展示図か乾燥室で乾かすと、アロールートが完成し、缶や箱に詰めて販売される。アロールートのデンプンは、かつてはジャガイモやその他のデンプンと混ぜられていた。 純粋なアロールートは他の純粋なデンプンと同様に軽く白い粉末である。乾燥すると無臭だが湯と混ぜるとかすかな独特の周期を放つ。ゼリーに調理すると膨張し、大きな粒子を含む低質のデンプンと異なり、非常に滑らかな口当たりとなる。アロールートのデンプンを顕微鏡で見ると金端にへそのある楕円型をしている。 アロールートのビスケットを乗せたカスタードベクトリア町の時代にはアロールートはとても人気があり、ナポレオン・ボナパルトはイギリス人のアロールート好きは彼らの植民地の貿易を支援するためであると述べたと言われている。ビスケット、プディング、ゼリー、ケーキ、ホットソース、肉液ストーとして食べられる。クズは韓国料理やベトナム料理で麺として食べられる。 ビクトリア朝の時代には少量の調味料と共に茹でて、子供や食事制限者のための消化の良い食物として食べられた。ビルマではアーターラットと呼ばれるアロールートの根回を茹でるかふかすかして塩と油で食べる。アロールートにより透明なフルーツゼリーを作ることができ、また自家製アイスクリームで氷の結晶が生じるのを防ぐことができる。 コーンスターチや小麦粉等のようにソースが濁ることなく、アジア風の甘酸っぱいソース等、酸味のある食材の増粘剤としても利用できる。グルテンを含まないため、グルテン関連障害患者のために、小麦粉の代用としても用いられる。しかし、炭水化物が多くて、タンパク質が少ないため、製パンにおいて、完全な小麦粉の代用にはならない。アロールートは、 小麦粉やコーンスターチよりも低い温度でとろみをつけることができ、酸によりとろみがなくなることはなく、より自然な味となり、凍っても影響を受けない。乳製品とはうまく混ざらず、スライムのような混合物ができる。熱い液体と混ぜる前には、冷たい液体と混ぜる方が良い。混合物は、とろみがついた状態のままでのみ加熱でき、薄くなるのを防ぐために、すぐに火から下ろす必要がある。 加熱しすぎると、とろみがなくなる。ティースプーン2杯のアロールートで、ティースプーン1杯のコーンスターチ、2杯の小麦粉の代用となる。ありがとうございます。